現在はティーチングプロとして活躍する三浦桃香が自身のインスタグラムを更新。ラウンド中に起きた奇跡的なパッドを動画で公開した。今日のラウンドレッスンにて、わら、と記して公開した動画。ワンピンほどの距離から打った三浦のパッド。ボールはまっすぐカップに向かったが、カップの右下りに当たると、そのまま円に沿ってくるりと一回転。そしてポトリとカップに落ちた。 打った三浦も驚いたようでカップインした瞬間に指をさすと同伴プレーヤーを振り返っていたまさにやろうとしてできることじゃないとの言葉通りのスーパーパッド。そしてこの貴重な瞬間を撮影していた人もナイスプレーだこの投稿を見たファンもこんな入り方初めて見た「くるりんぱですね先生めちゃ喜んでるだからゴルフって楽しいんですよね」と大喜びだった 宮崎県出身の三浦はジュニア時代から同世代黄金世代、野勝南、鹿児島県、荒垣ひな、沖縄県、ラト九州で競い合ってきた。高校1年の時にはレギュラーツアー2試合でローアマを獲得。さらなる活躍が期待されたが、プロテストに挑戦する中、2021年に紫外線アレルギーを理由にツアー撤退を表明した。 22年12月にはティーチングプロテストに合格し、日本女子プロゴルフ協会にティーチングプロフェッショナル会員として入会。23年にはレギュラーツアーステップアップツアー1試合ずつに参戦し、変わらぬ実力をファンに披露した。今年もツアーに参戦する機会はあるのだろうか。ファンはギャラリーとして観戦できることを楽しみに待っている。